皆さん、今日でね、あれが終わりますね。今日で8月が終わるということで、本格的に夏が終わる予感がします。あと30分ぐらいで夏が終わります。夏はまだ終わらないか。まあなんか一応暦的にはなんだろう、あれになります。あれになりますね。そう、あっという間に終わるということで、やばいです。早いですね。明日から9月が始まります。暑いですけど頑張りましょう。ね、残暑があるので気を抜かず、9月もなんだろう、あるので、あっという間にね1年経っちゃうので頑張りましょう。暑いのでまだまだ気をつけてね、行きましょう。水分補給大切に。今日ね家のね電子レンジがね壊れてね、ちょっとね、無理なんだよねびっくりした。なんか物とか壊れるタイミングって一気に来るから、なんか本当に参る。何なんだろうね、分かんないけど、壊れる時って一気に寿命くるよね。まあ同じ時に一気に買ってるから一気に寿命くるんだろうけど、まあいいや。今日は何月の日だ。今日は今日は31日か、31日ですねっていう話をみんなの前でしたのに、31日ですかって聞いてる。ちょっとやばい、怖い自分が。ピエン、こんばんは。すごいハートが来た、ありがとう。今日は野球はないんですけど、
野間選手が登録抹消されちゃったらしくて心配ですね。怪我だったっぽいんですけど、せっかくって感じ、せっかくなのに、まあでもしょうがないですね。期待してたんですけど、怪我ばっかりはどうすることもできないしね。ちょっといい感じにでもチャンスもらってた時にしっかりと結果を残してたりとかして、すごい嬉しいなって思ってたんですけど、ちょっと寂しいですね。そう、藤川球児選手が引退される、今シーズンまでやりきったら引退かな、されるということで、それもなんかお疲れ様でしたっていう感じですよね。もうなんかお名前からして野球をするために生まれてきたような人でしたね。ね、一つの時代が終わるというかね、そんな感じがしますね。どうなんだろうね。そう、すごい世代のにもまた、なんだろう、新しくこの育っていって、このなんかそう、みんなもう、なんだろう、今いる若手の人もいずれはね、こうベテラン、中堅になって、ベテランになって、いつかこう引退して、でもコーチになったり、わかんないけど、引退した後も解説者になられて、こう姿を見れることあるし、なんか今までなんかどういう気持ちでやってたかとか、解説者になられてわかることとか、なんだろうな、多分野球に全く関わらないっていうのもあるけど、なんだろう、解説とかコーチとかそういう裏方に回れる方も多いので、なんか逆にそういう人たちの、なんだろう、指導を受けて若者が育っていくのかなって。思いますね。うん、そう思います。そう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 、そうなんだよ。おつまこがね、ちょっとショックでちょっと言葉ないですね。私はちょっと今日は、いやー、びっくりしたよね。私もね、
すごいびっくりしました。いやびっくりしたよね、みんなも。私もねすごいびっくりしましたね、正直。そのなんか発表の何卒業の日みたいなの表記が1ヶ月後だったので、結構即日卒業とかも今まで同期の子であったりとかしてなんかしたのでびっくりして、もうすぐ明日から会えないのかなって思ってたんですけど、でもちょっとよく見たらその卒業の日はあの1ヶ月後っていうことだったので、なんかまだなんだろう、心の準備ができるかな、わかんないけど、いやーでもなんか いやーどうなんだろうね、ねえショックだよね。いや寂しいっていう感じがやっぱありますね。寂しいですね、正直。なんかか悲しい、悲しいです。私はなんかどんどん減っていくなぁという気がしますけど、でもいやちょっとびっくりですね。そう今公園ないし、そうなんですよ。もっとなんかやっぱコロナのせいでさ、なんか今いる研究生全員が出れるような人数でやれたりとかしたらいいのになってちょっと思っちゃうけど、最近は全然そうおつまことは筋肉とか一緒にやってたんですよ。それもねできてないし、またやりたかったなって思う。おつまことの筋肉は結構すごいファンの人にも褒められることがいっぱいあったりとか、二人で一緒に話したりとかしてたので、ちょっとなんか寂しい、わかんない、もうなんか無理、びっくりしすぎてもうちょっとびっくりなんですよ。ちょっと何も言えない、わかんない、もう悲しいっていうか、もうわかんない、なんかびっくりしてる、とにかく。なんですよ。でもなんだろうな、でもね、何もなんだろうな、ここで
ね、なんか、いや、と思って。そっかって思いましたね。ちょっと寂しいけど、あと1ヶ月あるってなったので、ちょっとその期間にちょっとなんか頭の中で整理をするけど、なんかこういうのは本当に唐突だから、ちょっと言葉にならないです。びっくりしすぎて。でも今私のこの配信を見ている人の中にもおつまこのファンの人いると思うので、同じようになんか、あの寂しいと思うので、なんだろうな、やっぱ寂しいですね。私はもう寂しい、なんか人数減るの嫌だ。寂しいけど、でもわかんない、なんて言ったらいいかわかんないけど、ちょっと寂しい気持ちでいっぱいです私は。でもファンの人ももっと寂しいと思うのでね、なんか一緒になんか最後までなんか何だろう、そうですね、なんか分かんないです、ごめんなさい。ちょっと今日は終わりにしますね。15分経ったのかな、わかんない。あ、でもテロップが出てたのかな、ちょっとどうだろう、教えてください。テロップが出た、よかったです。じゃあちょっと今日はこの辺で終わりにしたいと思います。すみません。ギフトくださった方ありがとうございました。コメントくださった方もありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。バイバイ。